その後さらに離れたアイスランドっていう島にも行ってですね、まあ、アイスランドはほぼ全人口が失われてしまって、人口が回復するのにあと数百年数世紀かかったというようなあのことになっていますね。このペストの時もヨーロッパが中心となっていて、はい、実際に今も新型コロナウイルスでイタリアが本当に深刻な状況になっているということですよね。はい、はい、まさに過去のペストでは、まあ、人類大体まあ延べその14世紀の発症も含めて延べ1億人ぐらいが犠牲になったというふうにも言われていて、うん、まあ、こういった時の経験からですね、隔離検疫という、はい、まあ、人々を隔離して、まあ、空港なんかでやってますよね、であのちゃんと体温を調べて感染がなかったら、まあ、行っていいよみたいな、これが始まったのも大体このヨーロッパで、今のクロアチアのドブロブニクというところですね、当時地名は違ったんですが、そこで始まったり、うん。